本当に誰かを好きになるということはどういうことなのか、心の内を見つめる人外攻略型恋愛アドベンチャー、ここの絵心恋愛アドベンチャーゲーム。はい、続きやりましょう。やっていきましょう。やっていきましょう。これは実際さ、どうそうかそうか、ここで終わったんだったね。うん、これは前回の話どんな感じ？そうですね、前回は、まあ、おっぱになっておっぱいやっちゃったと脳を砕かれたっていう感じで、なんでひよえって言ってるんだっけ、全く思い出せない。やべえ、記憶から消されてる完全に。なんだったっけ、ひょえって言ってるの、これ妹だよね、いつみだっけ、いつみ、ああ、そうそうそう、ね、我々プレイしてまだ1時間ちょいしか経ってないのに記憶が抹消されてます。ひどいね、どんだけ内容薄いんだっていうね。インパクトが強すぎるんだよな、キャラクターの。そうそうそう、まあやるか。やっていけばわかるでしょ。そうやね、はい、うおー、びっくりして飛び上がるいつみ、そのまま天井に頭を打ちつけ、天井にぶら下がって、飛び上がってそのまま反重力で、まあいいや、まあ考えたら負けだ。まあ、あ聞くって言って驚いてたか。そう、私は驚けねえし東大行きますみたいな、なんか茶番がひょえーかひょえーってもうクソみたいな茶番があったけど、心が一緒に行こうって。大切なことなのか二度も言いやがれ、妹にとどめさせてやる。笑えばいいさ、けど最後に笑うのは俺だ。首の後ろがかゆい。はいはい、満足か。さてと飯も食ったし、心が来るまで部屋の掃除でもしとくか。掃除？珍しい。腹を抱えて笑いながらも闇を垂れる。俺だって掃除くらいする。なんでベストメイキングがベンチャーなんだな。そんなセリフを残してキッチンへと引っ込んでしまった。ったく、何なんだよ。あて、ベストメイキング頑張るか。いっちゃうんだ。クソ茶番だな。クソみたいな茶番だな。仲いいな。念入りにベッドメイキングをしているとピンポーンとチャイムが鳴るのが聞こえた。すぐにいつみの声が聞こえてくる。ん？あれ？はい、画面止まってる。あれ？ああ、見えた。おう。下へ降りると心はすでにリビングへ案内されていた。こんにちは。1時間ぶりに見ると気持ち悪いな。なんかさ、よく見ると制服さ、ちょっとまあ俺の目がちょっとおかしいからっていうのもあるかもしれないけど、制服っていうかがちょっと黄緑っていうか、ちょっと緑がかっのせいか。なんて言うんだろう、その制服が真っ白に見えない。ちょっと緑っぽく見えるね、なんか。わかる？わかるわかる、こう透けてるんでしょ。やだな、こんなにエロスの感じの SK は初めて見たわ。は？家庭教師のここない心です。一太郎くんの勉強を見させてもらうことになりました。は？なんだ、これは家庭教師ごっこか。一太郎くんの得意科目は何ですか？一太郎はですね、日本語文章作成ですね。パワープロとかパソコンとか持たせるとそりゃパシッ、思いっきり頭を叩いてやる。頭をさすりながら避難の目を向けてくる。俺たちは勉強するんだ。お前は引っ込んだろ。生返事をすると泉はそのままリビングから出ていった。じゃあ早速だけど勉強しよっか。ああ頼むよ心先生。うまいな。だろ？どうした？今のすっごく感じ悪い。感じ悪いってマジか、ごめんね。褒めた自分がバカだった。あはは、その話はとりあえず2回上がるか。もういつの間にか夕方だった。それぞれで勉強したり、心の作った小テストを解いたり、教えてもらったり、そうこうしているとあっという間に時間は過ぎていた。まだまだ基礎しかやっていないけれど達成感が気持ちよかった。ふう、数学って基礎が大事って言うけど結構大変だな。そうだね、でも基礎さえバッチリにしておけば少しくらいの応用には対応できると思うから。そういうもんなのがね。一太郎、もうかなり基礎もできてきたし明日から応用に入ってみようか。おっ、それなら今日の夜は復習しまくるか。うん、その息だよ。満面の笑みでガッツポーズ。ついつい俺の方まで緩んでしまう。心、今日の夕飯はどうするんだ？まだキッチン壊すのか。あったなぁ、遠い記憶。ひどい、もう昼に壊したからもう壊さないもん。昼に壊したのかよ。うん、お母さんにお昼ご飯作ってあげてたらドーンって。でもね、今まで何度も壊してきたけど1日に2回壊したことはないんだよ。おっちょこちょいだなぁ。そう言って胸を張る。間違いおつ。胸を。まじまじと見つめてしまう。すごく大きいです。その豊満な服の上からでもわかる柔らかそうな早急。一太郎？ぼーっとした。危ない危ない。どうやら胸を見ていたことはバレていないみたいだ。はちきれんばかりの胸。すぐ近くの商店街のファミレスで食べるんだけど、待ち合わせまで一緒に遊ぶ？商店街のファミレスっていうとバストか。うん、バストかい。バストなんかい。バスト。バストなんかい。ガチバストなんかい。そうだなあ、それいいか。うん、息抜きも大切だよ。教科書やノートやらを閉じてからの行動は早かった。ささっと準備してピューッと部屋を出る。ピューッとね。あれ、どこか行くの？ああ、夕飯までには帰るから。はーい、おとなしくお留守番してるから間違いよ。何やってんの。間違えた。普通に言うんでー。普通に言うんでやがんのー。で。普通になんか無感情で読んじゃった。どうやら俺よりも心の方が動揺してしまったらしい。口を開けたまま固まってしまっている。デートか。そうだよ。これは立派なデートです。いってらっしゃい。夕日に染まる道を商店街を目指して心と二人で歩く。なんだかさっき泉が言った言葉を妙に意識してしまう。デート。俺のつぶやきにビクッと反応する。どうやら同じことを考えていたらしい。とりあえずさ、普通売れたらしもんぜ。